はい、どうも皆さんこんにちは、ケイスケです。お願いします。はい、今回もですねハースストーン最強決定戦やっていこうかなと思います。そしてですね、こちらのハースストーン、なんとですねソロアドベンチャーという機能がありまして、システムですね。で、こちらのステージをクリアするとなんと新しいカードがもらえるんです。で、そしてですね、先日のアップデートでこちらのワンナイトインカラさん、こちらが追加されました。なので私ケイスケもですねやってみたんですけれども、新しくですね追加されたカードを手に入れました。で、そちらのカードがですね、今回はですね明治のデッキ使用していくつもりなんですけれども、そうですね、こちらですね、これじゃねえや、あ、こちらです。こちらの炎の大地のポータル、こちらを手に入れましたので、こちらのデッキを使用したいなと思います。そして今回の対戦相手はなんとあのハルパパさんでございます。なので早速ですねハルパパさんに挑戦したいなと思います。レッツゴー。はい、というわけでそれでは早速ハルパパさんと対戦したいなと思います。それでは行きます。さあ、挑戦を受けるか。今回もですね、私ヒーローは名城を選びました。はあ、緊張しますね。さあ行きましょう。さあ、相手ハルパパさんはハンターですね。ハンターのヒーロー能力は相手のヒーローに2点ダメージを入れることができます。さあ、自分は光合ですね。ちょっとこれコスト重いんで、交換して、これもちょっとダブってるんで交換しまして、よし。さあ、手札2枚交換しました。それでは早速スタートです。わー、緊張する。ハルパパさんどんな手で来るんだろう。おっと、飛ばしてきましたね。ただ自分もちょっと出すカードがないので、ここはちょっと飛ばしていきましょう。さあ、ハルパパさん何を出してくる。2マナ溜まってますからね、怖いな。うん、何を出す、何を出す。おおおおおお、秘策、秘策なんだろう、これ怖いですね。秘策はですね、条件を満たすと効果を発動するカードでございます。ただですね、効果発動するまで何の秘策かが分かんないので、ちょっとそれが怖いんですよね。さあ行きましょう。とりあえず電離神クレクレ君です。おっと、なるほど、このミニオンに4ダメージ与えてきました。うわ、怖いな。はい、ターン終了で、いや怖いですね、ハルパパさん。ちょっと慎重に行かないと、これ足元救われますね。さあ、うわー、ウルフライダー来ました。3点ダメージ入れられてしまいます。ただここはまあヒーローパワーで処理していきましょう。よしよしよし。で、ハルパパさんカード4枚で1、2、3、4、5、6、7、8、自分カード8枚ですね。いや、慎重にいきましょう。結構ウルフライダーとかもう出した瞬間に攻撃できるんで、もう本当にですね、それでどんどん削られるっていう可能性もあります。ふむむむむむむ、悩んでますよハルパパさん。さあ、おっと、自分が使用する秘策はコストゼロのやつ出してきました。ちょっといやらしいですねこのカード。ただここは自分はちょっとノームの発明家を出してカードを1枚引いていきます。はい、ターン終了。さあ、ハルパパさんマナが5溜まってますので、ここからですね結構重量級のカード出してきたら結構厳しいですね。むむむむ、ご機嫌いかが、ご機嫌いかがっつってね、ハルパパさんの機嫌伺いましょう。さあ、何を出してくる。おっと、なるほど、処理してきましたね。そしてヒーローにダメージ与えてきます。こういうダメージ蓄積してくると本当にですねきつくなります。さあ、困ったな。ちょっと待てよ。そしてこのね、このミニオン厄介ですよね。ちょっと何かで処理をしていきたいところではございます。ちょっと、いや、羊化しておきましょう。はい、ターン終了で。ちなみにこいつはですね、呪文を使うたびに攻撃力が1アップしていきますんで、この明治のデッキ結構呪文多いので相性がいいです。ハルパパさん手札6枚なので、結構ですね、重量級のカード持ってる可能性あるので慎重にいきましょう。
一応ですね、重量級のカード出されてもいいようにこちら一応用意してあります。さっきの羊のやつ打たなくてもよかったかなと反省しております。さあ出てきました。どうしましょうか。おっと、どんどん削ってきますよ、ハルパパさん。ちょっとピンチやばいな、これ。1コスを使ってフレイム、なんちゃらです。フレイムなんちゃらを使っていきました。そしてこいつを攻撃してパンを広げていきましょう。取っておいてもよかったかなと思ったんですけども、これ以上削られたくないので使っていきました。さあ何を出してくるハルパパさん。ただハルパパさん手札5枚で、私ケースキーは2、4、6、7枚なので、カードアドバンテージはまだこっちの方が優位です。どう仕掛けるか。さあどう仕掛けるか悩んでますよ。おっと、こいつに何を打ってくる。ああまたこれですか。これはきついです。さあきつくなってきたな。でまたちょっと本当に削ってくるな、この人。さあ30対19になってきました。ちょっとピンチやばいですね。ちょっと焦りましょう。エンジニアを出してカードアドバンテージ得ていきます。さあそしていつか私もあなたみたいに強く見て、そして早く。ちょっと出しすぎた感ありますね。ただですね、もうちょっとこれは、さあ吉と出るか凶と出るか、ほんと慎重にいかないと。おっと、敵のミニオン1体につき突撃を持つ11の猟犬を召喚するっていうカード出してきました。これはちょっと怖いですね。おっと、さらに22を付加する、さらに蒸発も付加してくるユニット出してきました。ちょっとこれはやばいな。さあ時間がないです。もうさっき出したユニットたちがもう一掃されてしまいました。さあ厳しい状況。さあこの状況を打破していきたいところでございます。魔法使いの弟子を出していきます。こいつはですね、呪文のコストを1減らしてくれます。なんでこれちょっと1回打ってみましょう。さあ2回相手に、あ入らない。3回ともヒーロー行く。ちょっと待って、これ厳しいな。もう1回打ちましょう。 OK 行きましたね。そしたらこいつに打ってエンジニアを出して終了といきましょう。さあさあカード、手札がですね、ただいま同じになってます。4枚4枚ですね。ちょっとさっきやっぱり出しすぎたのがいけなかったかもしれませんね。さあもうですね、9マナ溜まってきたので油断はできない状況でございます。一応ですね、切り札こいつとこいつは残っているので、まあなんとか巻き返すかなと。おっとなんだこいつは、突撃88のこんなん持ってんすか、ハルパパさん。ちょっと待ってよ、おい、ちょっと待ってください。これはかなり厳しい。こんなん持ってたのこの人。そしたら何が起こったのかさえ気づいてない。さあこっちも削っていきましょう。なんとか処理することができました。はい、やばいです、突撃持ちです。これちょっと突撃持ちのミニはいっぱい出されて、ちょっとピンチですよ。これはちょっと悠長にやりすぎましたね。かなり差があります。はあ、怖い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 。何出すの何出すの、ハルパパさん。ムムムって悩んでますよ。おお、これは早めに処理していかないとピンチです。2体出してきました。これはやばい。さあ、わあ魔法使いの弟子やられてしまいました。さらに削ってくるこの人、うわきつい。ちょっと処理していきましょう。影が招いてるよ、あれは私の。ニートでロールしていいよね。さあちょっとピンチでございます。さあ残り9、なんか火力いっぱい持ってたらちょっとやばいですよ。でさらにです、ヒーローパワーでも削られても結構やばいので、ちょっとこれはやばい。はあ、そう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 、怖い怖い怖い。なんだ切り札、なんだ。さあランダムな獣の相棒一体召喚していきます。我が盾はアルガスのために。おっと、これはかなり厳しい。さあここはもう慎重にいかないとやられてしまいます。さあさらに削ってきました。
ここは悩ましい。さあ、じゃあまずはですね、効果力の呪文で処理していきまして、一発も処理しましょう。さあ、突撃を防ぐためにこいつを出していきまして、一気にダメージを取っていきます。さあ終了、これでどうなる。はあ怖い、もうこれで決まると思ってもいいと思います。さあ何を出してくる。怖い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 、いや頼むよ頼むよ。犬ども放つ。ほう、なるほど、盾を掲げよ。なるほど、挑発をつけてきました。さあピンチ、ピンチです。ただちょっと待ってよ、多分こいつを出せばいけるんじゃないでしょうか。さあ、OK、 いけましたね。こっから大逆転で、はい、なんとか勝利することができました。あぶなはい、というわけで2戦目はるぱぱさんに、なんとか私ケイスケ、勝利することができました。あぶない、ギリギリ。はるぱぱさん本当にありがとうございました。いい、そんな感じで今回はですね、ハースストーン最強決定戦2戦目をお送りしていきました。本当にですね、はるぱぱさんありがとうございました。またですね、イベントなどでご一緒しましたらよろしくお願いいたします。動画も毎日見ております。さあそんな感じでですね、私ケイスケなんとか2勝することができまして、なんとかですね、優勝に一歩近づくことができました。なのでですね、優勝に一歩近づきましたが、ただですね、まだまだ分かりません。2勝1敗でこうなんか並んだりとかするかもしれないので、油断はできない状況でございます。さあそんな感じで、今回はですね、先日のアップデートで追加されたカード、こちらをですね使用して対戦してみました。またですね、1種類しか使ってないんですけれども、よろしければ皆さんもですね、追加された新しいアドベンチャーカラさんですね、こちらで遊んでみて新しいカードをゲットしてみてくださいませ。というわけで、3戦目はですね、ついにキヨキヨさんと対戦しますので、皆様お楽しみに。そんな感じで今回はですね、ハースストーン最強決定戦2戦目をお送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。